も。こんばんは。じゃ髪の毛伸びた。こんばんは。今日も食事をしながらナングラをしたいと思います。ナングラするんですけど、ね、一回決まってんけど動画やったから無理やって、星とか作られんから。今日はハーフツインです。じゃ髪の毛伸びたくない？こんなとこまで髪の毛あんねんけど。カジュパーはやりたいけど配信携帯でやってるからな。今日もサラダから食べます。今日はなんかチーズが乗ってます。モッツァレラです。私はモッツァレラが好きです。ナングラどうしよう。課題ができひんかった言い訳。あ、そう、学級記な。なんか完成したんやけど、一箇所だけちょっと変なとこあったから、それだけ私が一人で最後やります。一筆塗るだけやから私がやります。明日の朝。今回のナングラのお題むずいねんな。サラダ。なんか普通のサラダにチーズとトマトとハムが入ってる。まあサラダやからヘルシーやろな。主食はカレーです。
チーズ好きやで。私好きな、好き嫌いあんまないで。浮気疑惑ですか。そうねん、やってまうねん課題。ゆきのちゃん、さっきの配信で確かにやってなさそう。だって私ゆきのちゃんの学校の課題一回やったことあるもん。なんか砲丸投げみたいな授業。砲丸投げやったっけ。なんか体育のやつやった。ひかるちゃんの理科の教科書を見た。なんか割と序盤やったからさ、そのゆきのちゃんの体育の授業のやつだから中学校の振り返りみたいな感じやったから余裕やってないけどな、そんな砲丸投げみたいな。むずいな、お題。夏休み前に終わらせてそのまま忘れてたってこと？提出。
現実的ではある。それいいな。動画で回答むずいよな。なんかまださ燃えてる風景やったらさ、もうさ耐えるしかないけどさ、なんか大して面白くも燃え系でもないやつってどうしようもないよな。どうするのが正解なの。台風に持っていかれた？それにしようかな。台風やったら扇風機置いて風浴びながら動画撮ったらいいんじゃん。現在進行形でなんか飛ばされそうになってる風で。課題持って撮るわ。決定、それにします。スクショします。ありがとうございます。決定です。決まりました。やっと今日はカレーです。なんで戻したんやろ。どうやろな、中辛くらいかな。足が。辛いのはまあ耐えれるけど、別にめっちゃ好きってわけではない。
全然食べろって言われたら食べるけど、キムチとかは好きやけど、韓国系の方はまだそんな強くはないけどいけるけど、どうやろな、あんまり辛いの食べめっちゃ遅ない？やばいよな。めっちゃ遅いやん。1時間目の国語は嬉しいんやけど、そろそろ疲れた。9位になりました。やった。もう見るまで超不安やってんで、また11位やろうなと思って、ギリギリ耐えてた。あるとは聞いてるんやけどな。お友達から連絡。次のテストの課題の提出があるのかって。今返せないですね、ごめんなさい。なんか課題があるかないかみたいな、次のテストの何も言われへんからさ、私はあるものと思ってめっちゃ大急ぎでやっててんけど、多分それ次のテストですわ。だから私は頑張って次のテストの課題をやってた。必要なかったかもしれない、もしかしたら。
今頑張ることなかったかも。昨日のさ、アンジュさんが来てくれたのでか分からんねんけどさ、普通にイベントやってるからか分からんねんけど、急にショールームのフォロワー数が急上。多分そんな続かんと思うけど、にしてもすごい。なるほどね。 SKE とかの人だもんな、がほとんどもんな。あ、 STU か。TU かな。タワーかな。ちょっと待ってな。うわっ、タワーっぽいですね。ありがとうございます。アさん、アさん、アさんってなんかどこで区切りか。アさん、ありがとうございます。または花火仕様や、すごい、ありがとうございます。すいません、食事中でおとなしいんですけど。食事中の会話ってマナーどうなんでしょうね。いや、文化によって違うじゃないですか。
うん、8位やって、ありがとうございます。でも7位まで割とある。割とありますね。仕事はしゃあない。明日お話し会やな、あればやけど。全然知ってる人やで、お話し会もおる。うん、お前お絵描きやん。何かしら持っていかないと。カレーを食し終わりました。今日のデザートは桃です。ホワイトボード持っていこうかな。ラストです。
カレーとサラダとまんまなんでね。果物？それは野菜的果実も含まれますか？どうでしょう。桃めっちゃ好き。あ、マスカットかな。マスカット好きよな。果実的野菜を含んでいいのならスイカです。が、それは野菜だっていうのならマスカットです。マスカットやな。よし、食器を下げます。行ってまいります。よく、ただいま、ただいま帰りました。おお、階段がお、審査員特別選出条件達成してる。すげえ。リップ塗ります。階段がきついんですよ。どう審査するのかな。
ンジさんが来た日に間違えてこのまま連れて行っちゃったんですよ、うん、だからそう連れて行っちゃったからもう一回連れ戻してきた。かわいい、優しすぎるでな。見に行ってあげてねって優しいよね本当にね。ポコちゃんって言いそうになるわ。今日は国語なかったね。ペンギンとも喋ってないし、なんなら顔合わせてない。でも朝マスクしてなかったわ。もういけんのかなって思うやんけど、いけてないね。咳してた。給食の時はマスクしててんけど、まあそらそうやんか。給食の時は給食運ぶ時な、それはするやん絶対。ちょっと忘れてた。立てすぎたかも。顎大きメイクレシピ、あれ流行ってんねんな。私適当やからなんかあんま何使ってるとか分かってないねんけど、やってみるわ。アイカさんとかすごい量やったよな。全面。その後にミュージ見たから少なってなった。あれアンジュさんのやってほしい。やってみるわ。めっちゃ適当やねんな。何使ってんやろ私。であれってベースから全部紹介。マニア私何使ってるか分かってない。ベースとか特に。でもあれやんな、あの Google 検索でさ写真撮って調べたら出てくるやろ。あれでいいんじゃん。めっちゃ大変そうやもんあの量。どうやって選んだ？え、お母さんが選んだ。アンジュさんも情報量多くなりそう。そう？確かに。でも正味何塗っても可愛くなるやろ。マミーズがマヨネーズに見えた。似てるくない？何勉強したらいいんやろ。明日は台風が来なかったら、台風が来なかったら国語が1時間目にある。1時間目にあって、もうそっからはあんまり普通。体育あんねんな。体育あんねん。
しかも多分英語あんねん。金曜日は国語あるけど、しかも1時間目やけど、英語と体育があるからな。1時間目が目玉やで。一番の見どころ、一番最初に終わっちゃうから。国語なんか、なんやろな、なんかテスト対策、今は。でもそれが終わったらスピーチやるって。東京の人は体育の授業が好き。大阪めっちゃ嫌い。大阪でまとめんなよって感じやるけど、大阪は嫌い。体育だって今騒乱やねん。特になんねん、ほんまに、ほんまに騒乱って。そのゆっくりやらんでよくない？もうみんな知ってるやろ、騒乱くらい。ちょっとここがなんか他の学校とは違うんですよみたいなポイントがあるんやったら、そこだけゆっくりやったらいいけどさ、もうみんな知ってるやん、ここの動きとか絶対知ってるって。あれってサビって言うん？分からんけど、なんかサビらしきとことか絶対してるやん。めんこって何？もたんもたん。もうみんな知ってるん。しかも小学校でやったから全員知ってんねんからさ、そんなゆっくりやらんでいいって。全員覚えてるよ。カウントちょっと言うくらいでいいって、一回で。みんなが覚えたから合わせとかに入らんとさ、合うわけないねんからさ、みんな知らん、あれあれってなりながら踊ってるから、それは合わんて。もうね、ソーランは筋肉を使うので、特に太もも、前ももの筋肉を使うので。そう、前ももの筋肉とか使わんやん、日常生活で。アイドルしてても前ももはあんま使わんやん。そう、前ももは使わないじゃないですか。それをめっちゃ使うんですよ。だから筋肉痛になるから嫌なんですよね、体育は。クマタワーとクマが並んでる。クマ、かわいい。かわいいな。かわいいな。それでスクワットくらいじゃないとほんまに使わんやんか、太もも、前ももって。太ももは使うよ。裏、内ももとか、なんか裏ももとかやったら使った方が綺麗に見える時もあるけど、バレエとか特に。前は使わんって。でもこのとこ久しぶりに筋肉痛になったら、ちょっとトントンするの気持ちいいねんな。バレエやってた時はさ、あの内ももの力の使い方があんまり分かってなかったさ、前ももでギュッてしたからさ、それの時は前もも筋肉痛なんすねんけど、やるなんか重点的に、そのプリエっていうねんけど、なんかこう足を開くやつがあるんやけど、それの時は、それを重点的にやる時はめっちゃ前もも筋肉痛なってたけど、もうバレエやめたらないからさ、それ。トントンする感じが久しぶりなんですよね、この押していたい感じ。国語は楽しみやな。給
今日はほんまになんもない一日だったね。学級期が終わったかなってくらい。でも完全には終わりきってなくて、なんか銀一個塗り忘れやったから、それは私が明日塗りに行って完成です。まあ若干気になるとこ残ってるけど、もういいかーって。バレーやめたら開脚はまだできるけど、前後開脚は硬くなってる。私もともとさ、あの前屈めっちゃ苦手やねん。人よりは柔らかいけど、めっちゃ柔らかいかって言われたら嫌いって全然っていう感じないけど、そう、何の話だったっけ。あの前ももの筋肉痛は運動不足に全部取られてた、かさらわれた。あ、そう、全部終わったってこと。気になるとこはあるけど、もうね時間がねないし、もういいかってなって。だって制服でやらなあかんねん。もうだってわざわざ着替えに行けへんやん。こんなただでさえ台風近づいてて風強いからさ。で、前ももの筋肉痛は運動不足じゃないからな。必ずしもそういうわけじゃない。だってそれで言うとさ、アイドルが公演出て筋肉痛になるのと同じことやで。やだやだ、止まった。おる？歩いてる。いやー、捕まえた。止まった。うん、アミちゃんもやってるよ今。もう私は今月は絶対忙しくなるからと思って、もうカジパは序盤にねやったんですよ。ルームス配信もやる。ほんまにそれはさすが計画がねって感じですね。それだけは誇れる。ほんまに最初にやっていてよかった。だから9月も絶対早やんねん。かわいいな。麻雀はやらん。なんでむずいやん。あ、ほんで前ももの筋肉痛の話。あ、そう、アイドルが筋肉痛になる話。なるよ。だって運動不足って言うけどさ、めっちゃ運動してるし体力あるやん、若いから。でも筋肉痛なんねんで。それだけ使ったってことだよ。だから必ずしも運動不足っていうわけではない。前ももは別にアイドルには必要ない。腕力もいらないって最初にダンスの先生に言われた。だから腕立てとかはせんでいいでって言われた。だから必要な筋肉と必要じゃない筋肉があるから、前ももが筋肉痛になっていたとしても別に運動不足っていうわけではないんですよってことです。ルームスの前倒しもだいぶ頑張ったよな。だってもう内容何もなかったもん。何もないとこからものすごい頑張って見つけ出して返したから。ねえ、かわいい。くまじろう、くまじろうに改名しようかな。ああ、普通に。熊次郎に前髪作ろう。ちょっと長めやな。片
目隠しとこうかな、こうやって。と若いうちにシリーズやりたいな。若いうちにシリーズ、黒島にできそうな若いうちシリーズなんやと思う？若いうちに、やっといた方がいいヘアアレンジとかやったらいけんじゃん。何も語られへんから。ヘアアレンジ撮る今、タブレットで配信しながら若いうちにシリーズ。でもそれやったら私前髪変えたいわ。やりたいわ、それやったら変えたいわ。前髪やる？セットし直して。でもアイロン取ってこなあかん、それやったら。いいやん、若いうちに知らない方がいいこと。いやでもさ、もうそれやったらさ、本家超えられへんやん絶対。もうあんな語られへんから、絶対語られへんから。中途半端に言うんやったらもう違う方向性に持ってった方がいいと思う。別に筋肉鍛えてないから、いらない前ももは。だって前もも鍛えたらデカなるやん。裏ももを使うんやで、なら綺麗なんで。私は小学校の時にバレエで変な筋肉をいっぱい使いまくって前ももがムキムキになったから足が太かったので、バレエやめたら前ももが若干細くなったから絶対その変な筋肉を使ってたから太くなった。なんかバレエやる人って細いって言うやん、綺麗な足って。でもあれ使い場所間違えたらめっちゃ太くなるから、絶対それでなってる。やりたい。片目隠すのは無理やから、多分この長さで、から流しくらいになるかな。だいぶケープ振ってるけどいいかな。めっちゃハーフツインやけどいいかな。うわやりたい。まだあと2時間あるんちゃう？いけるくない？撮る？アイロン持ってきて。コンセントあるかな？これ？あ、これじゃん。刺すとこあるかな？ある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 。やる？あ、でもヘアアレンジやったらどうせ変えるやんな。よいしょ。若いうちにやっていった方がいいヘアアレンジを教えます。ハーフツインはそうやろな。ハーフツインと、まあ、高めツインとかにしようかな。高めツイン、あとどうやろうな、若いうちにやっといた方がいいこと。ツインお団子とか割と若いうちシリーズじゃない？何個取るん？とりあえず取ってみる。アイロン持ってくる？うわ、アンジさんのもう泣ける。とりあえずタブレットに変えるわ。タブレットで配信して、携帯で撮るんで。昨日も言うか迷ってんけどさ、開いてもアンジさんやねんな。言うかめっちゃ迷った。黒島さくらが配信中。あ、自分出てきた。おもろ。これでよし。
大事にした方がいいと思う。前ももはいな、肩こなに曲げへんな。私はいらないです。配信中なので大事です。よし、アレンジしようかしら。万が一なんか音流れたら危ないから、とりあえず切って、ちょっと休憩しようちょっと休憩してから行こう。コミュニティの方が、ほんまやー、ほんまやー。いや、曲とかなくない？だってあの人ないやん、曲無音やろ。うん、オリジナルアップロードみたいな。え、つなぎ言葉を AI で削除。待って、そんなんあるん？天才すぎ。待って、そんなんあるん？え、これめっちゃ欲しい。私なんかってめっちゃ言っちゃうから。うわ、それやりたいわ。天才的すぎる。新幹線止まった。近づいてきてるな。ちょっと待ってな、どうやって撮ろう。昨日の TikTok でエフェクトなしのやつ。昨日の TikTok。 エフェクトなし？昨日？これ今日か。昨日。これもしかしてエフェクトついてなかった？普通につけ忘れてるこれノーマルってこと？そんな大差ないやな。じゃあ、ないなと思ってたよ。なんかちょっとチーク濃くなるみたいなやってんだけど。じゃあメイクしてる時やったらそんな変わらんってことやな。TikTok ってさ、下から撮ったらめっちゃここ伸びるくない？ミヨーンって。クマちゃん持ってきて喋ろう。よし、アイロンを取ってきます。
大量。いつも髪の毛やるときに使ってる道具をすべて持ってきました。鏡ないのちょっとやりにくいな。でも TikTok で撮りながらってむずい。編集しながらって。またな、このな、刺すのが地味に難しい、ね、なんか机から携帯充電する用のコンセントがあれ繋がってるんですけど、はあ、難しいんですよ。どうやって刺すねんってなるんですよね。下から行こうか。よし、上からでも通さなかった。狭いな、ちょっといつもの場所に比べれば。三面鏡でやってるんですもん。これ NG やばそうやな。え、動画撮りながら、普通のカメラで撮りながらようかな。多分 NG とかも出したらおもろそうやな。でも動画ってなんか後から加工するのめんどくさいからな。普通の動画を TikTok のこれにすることはできないと思うんですよ、多分。こういう感じで選んだとして、顔問題かな。タブレットにしたら近くなったな。じゃあ若いうちにやっといた方がいいヘアアレンジをしますの時までこの前髪でいこうかな。え、どっちものバージョン撮ってみてもいい？とりあえず私も初めてやから分からんからさ、とりあえずな。いきます。若いうちにやっておいた方がいいヘアアレンジを教えます。できてるんでしょうか。若いうちにやっておいた方がいいヘアアレンジを教えます。これがおもろい。若いうちに、入りダサいな。切りすぎたな。
ね。一回切ったらもう次まで編集できひんねや。まあ両パターン見るから、とりあえずこれで下書きに保存して前髪を変えていきます。鏡がないので、言ってなかったっけ、鏡、そうや、三面鏡がありました。土気いらないけど大丈夫。とりあえずあの学校行っててケープいっぱい振ってるんで、ケープ振ってるからさ、本当はよろしくないんですけどこのまま行くのは、なのであんまり真似しないでください。ヘアアレンジしてますでしょ。このタブレットの入力むずない？やっぱりケープしてたらパリパリになっちゃう。一旦ね、一旦鏡もうちょっとまっすぐ落としな。まあでも TikTok くらいやったらこんぐらいでいいんじゃん。もうちょっと真ん中巻こうかな。この流しをするために最近前髪伸ばしてるんですよ。だからちょうどよかったって、ちょうどよかった。若いうちにシリーズやりたかったねんな。もうこんな時でもないと多分やらんからさ。いいんじゃん。うわ、ノーメイクなのだけが惜しいな。若いうちにやっておいた方がいい髪型を教えます。噛みました。やっておいた方がいいヘアアレンジを教えます。若いうちにやっておいた方がいいヘアアレンジを教えます。このまま行こうかな。さっきこっちで撮る。まあカットするから。こっちの方がいいかな。
多分普通の前髪よりこっちの方がぽい。ぎこちないもんこっちの方が。ひこ消して、ハーフツインになんか飾りつけたやな。このさ見てこれぐっちゃぐちゃ、ちょっと仕切りつけたいねんな。なんか抜いたな仕切りになるもの。てんねん最近あれ果てってて。待って、ちいかわ出てきた。ちいかわ、やめよう飾りつけんとこ。前髪割れてきた。あ、治った。ハーフツインくくるんじゃ、もうアレンジするとこを見せるんじゃなくて完成形を見せるな。 OK、 いきます。まあ、カットするから一旦置いといて。カットするから。あ、絡まっちゃった。今日めっちゃ髪の毛サラサラじゃない？ほら、めっちゃサラサラじゃない？緊張。セリフ決めよう。美容室の頻度、え、なんかある前特に決まってない。なんか何ヶ月とかじゃなくて、伸びてきたなーとか癖出てきたなーとか切りたいなーと思ったら切るとか、ライブ前とか修学旅行前とかできる。まずハーフツイン言わなあかんこと決めよう。ハーフツインで、なんで若いうちにしかできひんか決めよう。で、別にできるけどな、ハーフツイン。可愛い人は可愛いよ、若くなくても。って言ったらいいか。まず一つ目はハーフツインです。このハーフツインはですね、まあ可愛い人は可愛いんですよ、顔が良ければって感じなんですけどね。ダメですねやっぱりダメですね、ダメですね。ちゃんと言うこと決めなあかんな。ハーフツインはやっぱりツインテールの一種なんで、ツインテールの一種なんで、まあまあ言ってたらちょっと厳しくなってくるかな。まあまあ言ってたらちょっと厳しくなってくるかと思うんですけど、結局は顔です。一つ目はハーフツインです。このハーフツインはやっぱり、ハーフツインはツインテールの一種なので、やっぱり
まあそれなりに言ってくると、はい、きついのではないでしょうか。でもまあ顔によりけりです、結局。まあいいよ、初回やから許して。初回ですから、初回ですから。めっちゃ可愛いな、ね、この髪型。変えるよ。くまさんヘアとかにする。このままこのままくまさんヘアとか。くまさんも、くまさんのがきつない。とりあえずくまさんにしよう。で高めついにしよう。じゃあまだアイロン、あ、使ったわ、前髪やったわ。このね、引き出すのがね必要なんですよ。重要、ここポイント、重要ポイントです。髪型のアレンジする時のポイントとか言った方が良かったな。ハーフツインはあの鉢が張ってる人とかは位置に気をつけないと、めっちゃ鉢が張ってるように見えるんですよ。私も鉢張りなんですけど、それが目立たないようにしないと若干それこそきついです。なんかもう鉢の上に持ってきたら尖って見えそうって思うんですけど、意外ともう鉢の 真上に持ってきた方が良かったりします。でもまあ真上って言っても前すぎたらまあ横に張るかなって感じ。でも前すぎない、あの若干前後が後ろ目のハーフツインやったらもう鉢の真上くらいでやった方が可愛い。めっちゃ三つ編み綺麗な。めっちゃ綺麗ない、三つ編み。後方しない、え、ほらめっちゃ綺麗じゃない、やばくね。どうする、シナモンとかにするシナモンヘア。でもクマさんの方がなんかする人多そう。どっちにしようかな、シナモンか、どっちがいいと思います。シナモンじゃないな、クマさんにしようかな。ちょっとボリュームに、ボリューミーじゃない感じが。逆にちょっと抑える、シナモンやろ、やっぱり若いのは。若さはシナモンや、シナモンにしよう。シナモンヘア、若さの象徴はシナモンです。そんなことはないです。まあ動画なんでちょっと軽めにね、ピンを留めときたいと思います。軽めに、反対側も同様です。
最近の三つ編みポイントがあるんですよ。三つ編みは昔は私もなんか汗ってやってたんですけど、こうパーってでも汗ってやるよりもうこの毛先までピシッてやった方が完成形が良くなるっていうことに気づきましたね。私はいつもパパパパってやってたんですよ。めっちゃ早いんですよ三つ編み。だから早くやってたんやけど、もう速さよりも効率よりも絶対見た目重視の方がいいです。何より綺麗なんで、まあ、毛先に行くとね整える必要もなくこうなってくるんですけど、ちょっと集中したら熱くなってきた。温度下げよう。学校のクーラーの温度が常に18から20度とかは普通ですか？もういつも思うんですよ、そんなもんなのかって。いや暑いから全然つけてほしいんですけどね。こんな毛先まで編まんでよかったな。だって多分使わんもん、折り曲げるから。このパヤパヤした毛を巻き込んでしまったらだるいので、なかなか低いよな。でも全然寒くなれへんねん。でもみんなの熱気でさどんどん熱くなっていくからいけてるっちゃいけてんねんけど、でしかもすぐ上がってくんね温度が28とかに。うわーすごいタコ。自宅の設定温度はだいたい26、平均26。そっからなんか暑い寒いとかがあったら変動はあるかなって感じ。いやーピン1個落ちちゃった。いやでも全然その設定した温度と違う、学校の温度の方が全然暑い。そりゃそうやけどな、人が多いんやもん。だって人口密度が全然違う。シナモン。でもなんかちょっとバランス悪いからリボンでもつけたいけど、いいリボンがないねんな。でかいやろこの。カチューシャでもつける？なんかこんな人おるくない？リボンここにつけてる人。なんかさ某ネズミの夢の国あるやんみたいな感じの人。いやえカチューシャいなんかと。なんかこのさ接続部分が可愛くない？接続部分が可愛くないわ。
キラキラとかにしとく。いや、シナモンにはリボンやで。シナモンにはリボンやろ。結構若いうちにしかできひんやろ。お花で隠そうかな。なんかこの生え際がな、可愛くない。生え際っていうかこのくくり際、くくり目。ツナみたいになったヤギヘアヤギヘアやん。え、どう思う？リボンかヤギか。こっちじゃない、こっちじゃないやろ。だってこういう毛じゃないやろ。後ろにつけても意味ないねんな。え、どっちがいいと思う？ヤギとリボン。リボン？ヤギ割れてんな。どっちがいいと思う？リボンとヤギ。リボン、リボン派が若干多いかな。どう思います？リボン派が多いかな。リボンにしよう。だってなんかバランスおもろいもんな。リボンだよね、私もそう思う。でもリボンどこにつけよう。つける場所ないかも。大丈夫、こういう時は仮止め、中止めの役目としてくくるんですよ、一回髪の毛を。で、あー確かに若いうちを強調したいならリボンですね。確かにコンセプトに合ってるわ。でこの先くくったところに刺します。するとあら不思議、リボンが固定されます。で見えないのでちょっと上に上げます。でこのねリボンがね立つようにするんです。いい感じ、いい感じに若いうちしかできない。これはいい感じ、いい感じに若いうちしかできない髪型してる。これで出かけるのは若いうちでもきついけど。この中止め天才やと思うわ。これはアイドルならではの思いつきな気がする。中止めってだって知らんやろ。耳かけでもびっくりされない。待って、これしかも1分で撮ってない。これやばない？なんか途中で変えられへんのかな。言わない、これ1分で撮っちゃってる。
2つ目はシナモンヘアです。これはなかなか若いうちでもきついんですけど、いや顔によるんですけど、三つ編みを2つ作ってくっつけてリボンをつけてます。顔によります。動きおもろ。顔によります。このまま後ろ向いてんの。もう時間がやばいぞ。この動画の高めツインはしたい。何ぐらい終わりました？そうそうそう、コンセプトがあるんで。でもやっぱり語彙力ない人がやるとね、レベルが違いますよね。語彙力ある人が間を使いこなしてるのと、黒島がどう思ってるのでは全然違うんで。どうも。ああ全然何グラですよね。終わりましたよ。犬。ゴムの太さ全然違うけど、まあいいや。そう、脚本書いてるし、何回も撮り直してる。何回もってことでもないんやろうけど、脚本書いてるし。すごいな、わざわざネタ帳作ってんねんもんな。マジですごい尊敬。だって仕事しながらやねんで、ほんまに尊敬。仕事しながら SNS ってしんどいで絶対。もうな、1分のとこで撮っちゃったのがな、ほんまに大失態やわ。めっちゃあの10分の方を押したつもりやった。
もしくは TikTok ってバグ多いから押したけどの可能性もある。まあ、どちらにせよできてなかったのはまずい。非常に非常にまずい。アイロン前髪以外使わんかったな。はじめまして、高めツインしてます。せっかく高めツインやからめっちゃ高めツインにしようかな。高めツイン自分でやんの苦手やねんな。むずない、やらんか。ヘアアレンジ始めたら増えたん？そうなん？すごい。え、じゃあ私ヘアアレンジしようかな。明日から、明日からヘアアレンジしようかな。後ろ目やな、私後ろ目が似合うねんな。似合うって言いたいわけじゃない、似合うを主張したいわけじゃなくて、前目が似合わない。位置合わせるのは簡単なんやけど、なんかいい、一番いい位置に持ってきたいねんな。私あんまり前すぎたらさ似合わん人やからさ。強いで、ヘアアレンジ、ヘアアレンジは高めツイン、どんどん高くしていこうかな。じゃあすぎ、さすがに、さすがに横すぎた、ふざけてる。カチューシャとかしたらバレへんじゃん。なんか もはやこうつけるもはやこうつけるリボン。ちょっとこのこっち側に合わせるわ。若いうちしかできひんヘアアレンジやから。苦しまってテンション上がったら高めツインするよな。だいぶ前の配信もそうじゃない？なんかへへへ配信とか言ってた時もうやってたやんか、高めツイン、高めツインって言って。でもあの時もこんな感じの横でやってる高めツインじゃなかった？あれは普通に自分に似合う場所が分かってなかっただけ。高めツインしたことないから。でもそう、今はもう分かっていながらあえてやってる。似合わんけど、ほらね。もうもはやこうリボンつけるか、もう若いからさ、こうリボンつけるか、カチューシャつけるか。せっかくやから主張の激しいカチューシャにしよう。危ないよ。筋肉痛なの忘れてた。どうしようかな。このカチューシャか、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 リボンこうつけるか。
どれがいいと思います？超高めついんじゃない？せっかくやからこのままおろう。最後まで白のやつ、白2個あんねん。微妙やばい。白の太めのやつ OK。 最後ふざけて全部つけてみる。まあ若いのでこれくらいやってもいいかもしれませんくらいで。1個目黒か。白割と人気やから白にしようかなと思って。まあ最後に全部つけるからまとめて。白こう合ってる？合ってる？これ合ってんの？これ合ってんの？これ合ってんの？これ合ってる？ほんまに頭でかくね。頭でかくない？頭でかくない？なんかハチ巻きしてる人みたい。え、ほんまに合ってる？こっちの白？こっちの白にする。あー、まだマシ、まだマシやけど、まだマシやけど、私これ気に入ってんで、これ気に入ってんで。若いやん。え、どこ、どいや、オチはなんか全部つけたいねん。もうこうしてこうしてこうで、まあ若いのでこれくらいしてもいいのかもしれませんで、苦笑いで終わる方がいい。やろ、一番強いやろ。でかすぎ。こっちでもいい？え、ほんまにこれ黒っていう人もおったけど、黒一回つけてみる。しっかりつけんと分かれへんもんやな、意外と。あ、リボン意外と違和感ない？あ、そう。黒はなんか頭蓋骨延長って感じ。あ、おもろくない？ほんま？この黒リボン意外とイケてるってことか、この黒リボン。え、じゃあ黒リボンがいいねんけど、超わかんない、見たことないって、さすがに見たことないって。え、どうしよう、ね、白黒はないかも。カチューシャ太すぎてなんか似合わん。あ、でも最後にまとめ出しする可能性があるからちょっと置いとこう。どっちにしよう、どっちがいいやろ、リボンかこれ。でも最初めっちゃおとなしめっていうか普通のカチューシャにしといて、最後になんかリボンめちゃめちゃ出てきても思うんだけどな、これくらいにしてでもいいかもしれませんみたいな。そうするわ。でもな、もうな、動画の秒数そんないかれへんねん。一回カットしたいねんけど、カットできひんねんな。これってさ、なんかアップロードしてからニコ取ってアップロードしてつなげてやったらいいんじゃない？ OK、 そうするわ。じゃあいきなり違うとこから始めて、みんな違うとこから始めて、3つ目は高めツインですって言って最後まで行ってアップロードして2本つなげて編集してでいいやんな。うわ、待って、あ、よかったよかった、今日じゃなくてよかった。アンジュさん
こんなんできたらどうしようかと思って。黒島ってなんかなんでこんなツインテール周期が回ってくるんやろ。おもろい顔。会った時言わなあかんな、ありがとうございましたって。三つ目は高めツインです。見ての通り高めツインはだいぶ幼いのでですね、若いうちに文化祭とかでやってた方がいい。撮ってる時に来たら一番終わりやでな。こうへんと踏んで私はやる。三つ目は高め指出えへんかった、ふんってなった。まさかの指で NG、 指が出えへんかった。そんなことあんねん。三つ目は高めツインです。高めツインはやっぱり見ての通り幼くなるので、そうですね、まあ学生さんが文化祭とかにしてたら可愛いかもしれないです。アンジュさんがおるとこで若いうちにしておいた方がいいこと絶対無理よ。オチ今ちょっと考えてる。多分カチューシャをつけすぎたらあのリボンをつける幅がなくなっちゃうんよ。だからまあとりあえず定規逆になっちゃうな。こっちにする？関係ないか。せっかくならリボンつけたいね。このリボンむず。高めツインにこのリボン、このつけ方むず。もはやこれをピンで止めちゃう。こうの方が楽そうやな。アンジさん確かに今の長さでこれやったらでも可愛いやろな。もう私一回好きになったら全工程ボットやからさ、多分アンジさんがショートカットにしてめっちゃ高めツインとかしてても可愛いって言うと思う。何してても。これは難しいわ、難関。分かった、U ピンで刺したら。 U ピンってそんな固定するあれじゃないけど。確かに何グラの動画これで撮らなあかんや、やば。そう、アンジュさんは性格が可愛い、ほんまにそう。カチューシャが動いてきちゃった。でこうしてこうこうして
どうしようかな、ここからここからどうしようかな。真ん中にももう一個つける、こっち側にもう一個つける。ゴムやけどピンで留める。もうこれ何やってるん、これ何、何の配信これ。ヘアアレンジするないねんけども。みんなあんま見えてないか。大変なことなってんねんで、実は。可愛いじゃないねんって、ボケてんねん、頑張って。ボケ苦手なんが、頑張ってんねん、頑張ってボケてんねん。可愛いはないわ。せっかくみんなの飛ぶ前で TikTok 撮るからって頑張って、ボケてんねん、ボケてんねん。かわいいじゃないねん、ボケてるよ。さすがにこれ本気はやばいって。いいやん、やるならこれくらいやってもいいですって言って最後ヘドバンして終わるかな。なかなか変な回やな。手前髪変。重くはないリボンやから、えぐない。やるならこれくらいやってください。こっからどうする、やるならこれくらいやっててくださいで、ツインって回してた方がおもろいんじゃん。なんか動きがないもん今の。10秒で回し始めよう。やるならこれくらいやってください。最後笑わんとネタじゃなくなるから、笑わして。さすがに止めるとこまで入れようかな。止めるとこまで入れとこうじゃないとネタになれへん。待ってな、めっちゃ無表情でやって止めるときにニヤッとした方がネタっぽくなるかな。もう一回行くわ、もう一回行くわ。じゃあカットせんと取って、どっちの方がいいか選んで投稿しよう。OK、 前髪チェック。ボケる人じゃないから頑張ってんねん。超頑張ってるよ今。やるならこれくらいやってください。2個目かな、2個目かな。
もう髪の毛長くなったからさ、ちょっと外していい、これは長くなったからさ、だいぶ回すと綺麗なんよな。何の話って感じだけど、いやいつもより頑張ってるよ TikTok 撮るのに。毎回これはやばいって、さすがに脚本は書けへんかったけど、待って髪の毛投げた、こんな綺麗に一本、ちょっと待って、綺麗すぎる、綺麗すぎるこの一本、まっすぐ超綺麗。このリボンつけたままで TikTok 撮ろうかな、後で。うわ、さっきのでっかい全部つけたままで何グラ撮ればよかったな、絶対おもろかったよな。終わった終わった、ちょっととりあえずアイロンはもう使わないんで、もう使わないんで。あぶなあ、怖っ、後で直そう。んでアイロンの抜けた、抜きました。いや意外とな、ふざけてる回ってな伸び悪いし、いいねつけへんねん、だからだいぶ怖いね今。ふざけた時に限って低いね、だいぶ怖い。ふざけて少なかったらほんまにやばいからな。直します。めっちゃおもろいやんこのリボン、外そう。やっぱり外すわ、バランスがちょっと悪い。いや、ボケと思われてても、ボケと思われてても伸びないときは伸びないです。だって明らかふざけてるやろってやつあるけど、伸びないときは伸びない、伸びるときはなぜか伸びる、なんでこれが伸びるのっていうやつが伸びる。ヘアアレンジとかでめっちゃ頑張ったやつに限って伸びなかったりする。編集します。動画を見てみましょう、まずで、それを一旦投稿して、私のいつものね、あの背景のぼかしとかもやるときに使ってるんですけど、ぼちぼち見慣れてきた、この高さのこのサイド感慣れてきたらまずいですよ。知っておいた方がいいにしたらよかったな。一つ目はどっちでも、最初めっちゃ緊張してる。とりあえず一旦使ってコピー、
今頑張ってるから。待って、保存できんかった。嘘やろ。あれ、なんでできんやろ。一旦こうして英語を翻訳します。英語を翻訳します。神様、これは深刻な問題です。TikTok は彼らのウェブサイトで長く変更されているので、私たち彼らのネタにて、あ、早すぎってこと。じゃあ一旦編集前を期間限定で投稿。間違えた、危ない、怖、あー怖怖怖怖怖、今削除をした、怖、ガチ出せった、危ないね、超大焦りよ。待って、その前にさ、さっき編集できるくない？それやったら。だからくっつけた方が早い。喋り始めから行こう。間違えた。切りすぎたな。こっちがいなんから、髪の毛回すの上手すぎやろ。これはさすがに上手すぎる。これをね、編集したいんですけどね、編集できないので諦めます。あ、できる。でも違う。今日のハーフチーム割とな、後ろめにやったんですよ。
の方がちょっとねピョコンってしすぎてない方がいいかなと思って。タブレットの充電がやばい、充電の線、充電の線はこれですね。これをよし、あ、ていうかノーメイクで高めツインってえぐない？結構東京の人は下目ツインがおすすめ、じゃあ大阪の人は高めツインがおすすめってこと？いけてるってこと？それは一周回って、ちょっと待ってね、それどころじゃないんだよね。よし頑張れ、入るんだ、よし入ったよな、はいはい入ったよな。飲み行くで、学校帰りやもん。学校帰って30分とかで、その30分も着替えとかやから。超のメイク、しかも多分加工もあんまついてない。あと1時間もないな。流しいいな、明日流しにしようかな。流しするために伸ばしてて、今までっていうか最近。明日流しにしよう。体育あるねんな、でもどうしようかな、まあ、6時間目やしいっか、関係ないということにしよう。超高めツインやな、高め横目ツインやから。まあ、ちょっとね、動画編集をしていまして、編集っていうほどのものでもないんやけど、ペンギンは見えひん、なんか多分な、何この人おすすめに何出さないみたいなやつにしてたって聞いた、違う人から。わざわざそんなことせんでもな。あとは編集アプリで編集します。あれ、
消しすぎただけやった。怖っ。普通に学校へ出した。まあとりあえずこんなもんで。国語あるで。喜んでる国語があることに。でも1時間目の国語以外はあんまり嬉しくないんですよね。美術あるわ。美術嬉しい。美術と国語は嬉しい。それ以外はもうね、どんどんできなくなっていくから。肩甲骨がゴリゴリやってる。このさ、ガクガクってなってんのあるやん。こういう肩甲骨と肋骨が擦れてる動きやで。よう聞いたらミシミシ言ってんねん。怖ない？私これ動かすの得意やねん。うわ、明日流しにしよう。前髪 TikTok？ はよ編集したら。でも教授でもあげれんで。今日あげる？全然いいけど。9時には投稿できん。9時以降になるけど。ただ全然今日でもいけるよ。そんなことより私はこの今日の髪の毛がサラサラなのが嬉しい。左手の小指鳴らせる。なったなった鳴らせました。あ、何ぐらい取らなあかんやん。何やったっけ。課題終わってたけどノート台風10号に飛ばされました。あ、風使うやつやん。めっちゃ仰ぐ。右手を使わずに。こういうこと、こういうこと。もう今鳴らしたから無理やわ。こういうことやろ。こういうことやろ。こういうことやろ。ならできる。え、さすがにこうやっただけで鳴らないよな。握らず。え、こういうこと。あ、ほら、明日これにしよう。流ししたかったやん。ちょっと今変やけどな。今ちょっと変やけど流しにしたかったんですよ。これで仰ぎながら、仰ぎながら課題提出物っぽくしっかり提出物でもいい。そう、そうです、もちろん。何だっけセリフ。今この部屋に扇風機ないの。でももう先取っちゃいたい。課題やってきたんですけど台風で
持っていかれましたってやるわ。おもんな。ただやった。ちゃうちゃうちゃう、青いでんの丸見えやった。さすがに、さすがに丸見え。ちょっと見えるくらいにしとこう。課題やってきたんですけど、台風で飛ばされました。おもんな。もう言い訳、黒島にこれしかなかった。よし、飛ばされた。投げてない。すっごい音入ってる。バサ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 。過ぎてしんど。逆におもんなすぎていいかも。もうおもんなすぎて。投稿するわ。今。3396。タグなんぐら、お題は大喜利、これですね。第26回のお題はこちら。MB48 大喜利。お題はこちらで、かっこ言い訳とは回答。これで OKOK、 いいよ、順調。これですぐ投稿してくれたら超いい。転送でメモに入れます。メモはこれ。はい、あ、いいね、いけた。私は送った。これで OK。 いいですね、いい感じですよ。ナングラーが終わった。よしよしよし。
テストに課題ないとかあるねんな。割としっかりびっくり、しっかりびっくり。できたー。アングラは投稿したから、まあ、ルームスにも投稿しようかな。じゃあルームス用に入れときますね。オッケー。マジさんババ抜きしてたね。昨日のを超えたかと思ったけど超えてなかった。ペンギン元気になってるかな。明日出会えなかった。悲しい。ルーム一番上にある。あ、そうなん。そうなんね。あと3日って書いてある。やばいじゃん。あと3日って書いてある。やばいじゃん。上位が配信中やな。やっぱり配信してなかったら落ちてくるよな。そんなもんやでな。普通やでな。やでな。ですよね。そうですよね。よし。他の TikTok も撮るかも。でもそれはさすがにあのね、音源があるのでそれ撮るときは音消さないといけないんですよ。一応ね、著作権があったらあかんから。たらあかんからって基本あるもんやけど。ていうかせっかく高めツインやから高めツインが揺れる曲がいいな。えぐい、えぐいこと書いてる。それはないわ。レシピ、ああ、いつかやります。メイクは黒島こだわってないからな。まつげは束にしてるけど、この前久しぶりに黒のマスカラ使ったらさ、今何も言ってないけど黒のマスカラ使ったらさ全然取れへんかって。多分ウォータープルーフなんやけど全然取れへんかって。そうびっくりよ。明日は流し前髪で後ろの髪だけ何にしようかな。高めツインやったから低めツインにしようかな。じゃあツインか。若いうちにしかできないメイク編。メイク編なかなかお大変じゃない。だって一回ずつ落とさなあかんねん。大掛かりや。え、そう後ろギザギザに分けてんねん。
よう気づいたな、見てないのに。やってたから。もちゃんと分かれてるか分かれへん今。どうなってる。どう、めっちゃ背中かいたから背中赤いんちゃう。ギザギザにした。ちょっと見える。めっちゃ綺麗。ギザギザうまいね私。おかしくはないか。よし、下目ツインであれにするわ。下目ツインでこう。さっき見せた。あ、そう。いつ。あ、そういえばカチューシャ直すときとかに立ってるか。若いうちしかシリーズ。いいや、若いうちにシリーズじゃなくて若いうちしかシリーズやから若干違うから。 TikTok ってさ、フォロワー1万人いったらあれらしいで、なんかまとめれる。何、なんかね、なんかまとめれんねん。なんて言われ、エピソードで分けれるらしい。あれやりたいと思って調べてたら1万人以上やった。やりたかったな。くまちゃんなんでそんなとこに座ってるの。あなたこっちよ。ごめんね、私がもう連れて行ってしまったから。音最小にして音源探そうかな。TikTok 撮り用の。さっき編集せなあかんねんけどな。1万もうすぐ。それはいいねやろ。フォロワーは全然やで。1700とか。と30人くらいで1800。音源探し中です今。なかなかいいのがない。うん、あのツインテールが揺れてほしいんですよ。そうそう、 X が1万人くらい。編集先しようかな。投稿してくれたかな。まだや。早く配信が終わっちゃうでしょ。配信が終わっちゃうでしょ。え、やっぱり台風あかんねんて。
んかそう言われる気もしてた。もう撮り直しやって。アングラ何にする？なんか台風絶対そう言われると思ってんな。まあいけるかと思って。まだ来てないし。かんかったか。何する？何にしようかな。もう課題忘れへんからな。いいのあります？もうないねんな。なんかありません？もうヤギに食べられたとかでいい気がしてきた。地味に誰も言ってなさそうじゃない？ヤギ誰も地味にやってなさそうじゃない？ヤギヘアは見ての通りもう戻れないです。見てわかる通り、あれハーフツインから始めてるんですよ。ツインからやったらこれはもうね、あのドーナツヘアになっちゃう。ヤギ誰もやってないかな。みゆきさんが言った。あかんわ。かぶるか。ペンギンがペンギンの油でペンギンの油でギトギトになったのでペンが走らせませんでした。どういうこと？ペンが走らせませんでした。ペンが走りませんでした。ないよ。なんか被害を受けてるって言われた。分かってるけどさ、ぬぬり？ぬめりかな、多分落ちたかったの。あ、ぬめりって言うよ。もう乱視で飲むね。
そう、何グラなんかな、あかんかった、やばかった、いるよ台風って。なでもみんなで決めてそうなったんやけどな。なんかめっちゃ怒られた。まあ分かってるんだけどね、自然災害系はあかん気はしてた。いや思っててん、なんか地震と台風とかそういう系は微妙いなって思ってたけど、もうそれしかなさすぎて、何にしようかな。っていうかもう被害受けてる地域あるん？熊が持っていきましたって熊田さん写そう、もうそれくらいしかない。熊が持っていきました。ズームできひんかった、 TikTok じゃなかった、 TikTok のつもりでってやったらズームできひんかった。まあ一回ズームしてなくて、あと何分、ああそうなんや、42分。眼精疲労、眼精疲労で見えへんかったとかにすればよかった。またそれはそれで言われそう。眼精疲労がひどいんですよ最近。いざとなるとっていうか、これはお題が難しいよなかなか。だって遅刻もせえへんしてるから、課題の提出忘れはないよ。忘れても言うよ。明日も同じ時刻で配信します。あ、もう殴り終わったでさっき撮った、ごめん。そう、あれにした、もうだってあれしかないもん、クマさんになった。ズームできたと思ったらズームできなかった、 TikTok じゃなかった。まだかな、もう配信終わっちゃうから早く投稿してほしいけど。
けど、あと15分やで、あと15分で終わるで。あと15分で終わるで。配信内に投稿してくれないと、皆さん配信中ですって言ってもう終わっちゃったらできないですから、早く投稿してもらわないと終わっちゃうんですけど。もうクマに食べられましたわ、何も NG がないんだから。終わりそう。15分前でも若干意味ない気がするけど、まあまあまあ。クマに確認取ってる。あかん。いいよって言ってる。いいよって、いいよって言われた。いやー、だって一瞬で7位になっても多分な、次のな明日にはな、いや なるのとならないのでは全然違うんですけど。13分、なんて言ったんかと思ったら15分かと思ったら15チャイやった。チャイやーって、なんって思ったら15ちゃいやもんしゃーないやった。15分ちゃいやーみたいな。それでほんまに夜に配信できるの強いで。10分ちょいなので5分前になったらランキング読みます。えっ、おお7位やって、わあありがとうございます。やった、入った。大丈夫かな、あと10分。一色だわ。え、そんなあの上げてくれてる、もしかしてこれ、これか。ムロスさん、タワーありがとうございます。タワーかな、これ消えていくタワーってあんねんな。え、これやんな、これやんな多分。ありがとうございます。合ってる、分からん。ありがとうございます。
1000×10 これかな、どれやろう。赤い玉、あー当てる、あータワー扱いやけど画面には残らない。じゃあ分かった、1万のタワーっていうやつを投げたら残るけど、タワーじゃないやつをタワーと同じ何数字になるまで投げたら一応タワー扱いではあるっていうことね。なるほど、タワー扱いやけど残らないってことか。なるほど、わかった。難しい、同じポイントやけどってことやな。あ、10個投げる方が有利ない。あれ、そうなんや。そういうのがあるんやな。リフトあんま分かれへんねんな。そろそろ投稿してくれたかな。どこされてない。投稿されてない。もう終わるで。あ、今はシステム変わったんや。同じになったんや。なるほどね。高額は一緒。じゃあ下は違うんか。難しい。どこから高額になる。前の捨て星もようわからんかった。みんなどこで知るん、そんな。なんか途中から来た人はさ、私みたいにさ、なんか聞いて調べるんやけど。でかい10連がいい。あ、そうなんや。細かいのを投げるとき、あ、なるほどね。なんかクマあかんって言われた。え、あと5分なんですけど。クマあかんって言われた。クマあかんとかあるん。え、クマあかんとかある。あと5分なんやけど。ランキング見ます。不条理だわ。
13位、ヨシさんありがとうございます。12位、ヨシラッシュさんありがとうございます。11位、タカヤさんありがとうございます。10位、ジョニシレオシさんありがとうございます。19位、ソトくんさんありがとうございます。8位、ポンさんありがとうございます。7位、ももちゃんさんありがとうございます。6位、たかしさんありがとうございます。5位、やらけんちょびさんありがとうございます。4位、なるにいさんありがとうございます。5位、じゃあ3位、やすさんありがとうございます。2位、あーさんありがとうございます。1位、ブロスさんありがとうございます。ありがとうございました。タワーもありがとうございました。すいません、なんでクマあかんやろ。あ、大丈夫、見落としてただけみたいです。もうでも今投稿しても意味ないよ。見落としてただけでした。何グラはいけたけど、配信中に投稿してほしかったな。今配信中ですっていうあれでやったから。今来た？もう終わるんやけどな。だから嫌やねんな。知らないけど、割とイベントの時はちゃんとやってほしいかも。あと3分で間に合ったけど、あと2分でなあ。同じ時間でさ、明日も。いや、考えるのが遅かったわけではないです。なんか内容あかん気はしててん。絶対なんか言われるなと思ったけど、いけるかと思って言ったらあかんかった。容量制限、何それ、何それ。あと1分、さよなら、ありがとうございました。ギガ、配信でギガとか関係するの？私あれやね、無制限の人やね。さよなら、ありがとうございました。あと1分。ありがとうございました。